いや本当第4の壁越えてきましたね。めちゃくちゃすごいな。ここすごい気合入ってる。再現度はめちゃくちゃ高いんですよ。はい、ゆときの問い箱です。今回紹介するのはこちらです。 RKF の仮面ライダー最高最高パーフェクトセットです。最高最高ということでね、音が同じなので何言ってるのか分かんないって感じですけども、セイバーにね登場する新しい仮面ライダーである仮面ライダー最高の RKF がようやく発売したということで、今回また特殊な仕様でホームとしては2ホーム再現できるようです。結構楽しみですね。じゃあ開けていきましょう。はい、取り出しました RKF の仮面ライダー最高です。結構最高なクオリティっすね。いやなかなか色数が多いねライダーで、カラフルなのでね、すごいね見た目の豪華さが素晴らしい。まあ裏から見るとさすがにいつもの RKF で真っ黒なんですけども、やっぱりこの辺のドットとかの表現とかは結構細かい感じがする。セイバーだと剣士いっぱい出てくるけども、侍をイメージしたようなライダーって地味に今回の最高が初めてということで、他のライダーとはねかなりテイストが違うんですよね。はい、マスクを見るとこんな感じ。まあなんていう形かちょっとわかんないですけども、ちゃんとその辺の形状とか塗り分けも結構いい感じかな。ゴールドの色調とかはすごく調子いいですね。特にはみ出しもなしなので非常に良好かなと思います。こういう見えないところの赤とか紫とかもちゃんと塗られてるのが好印象だなって思いますね。 X ソードマンという名前が示してる通り胸には大きい X マークがあるということでね、ここだけホワイトなのがすごく目立っておりますよね。背中が真っ黒ですけども、まあ今回に関してはシャドウの方でこれが生きてくるので逆にこれで良かったんじゃないかなと思います。腕はこんな感じで、肩とここのね腕のねもう鎧みたいなねアーマーがとてもでかくてね派手でかっこいいですね。この肩周りのねシルエットがね本当に鎧武者みたいな感じがしてすごく好きなんですよね。肩アーマーもねこのようにレッドとイエローのカラーリングを再現しております。まあ横から見るとね色がね省略されているのがわかるんですけども、まあこれはもういつものことなので慣れっこですね。腕の装甲に関してもこんな感じとなっております。3色が非常に綺麗ですね。足はこんな感じです。全体的にね素体とかはいつもの RKF なので細さとか造形とかは変わりはないかなっていう感じですね。太ももの装甲もこんな感じですね。今回ねアーマーがパージできるということで全体的に立体的なアーマーになっているのがとても好印象です。すねのアーマーはこんな感じ。ベルトには X ソードマンワンダーライドブックが展開した状態が装填されてるんですけども、絵柄がないので単純に真っ黒の面が見えてるだけです。この前掛けのねドット柄がね非常に素晴らしいですね。結構固めな軟質素材ですね。まあそんなに干渉はしなさそうな大きさなので問題なさそうです。はい、他の RKF と比較してみましょう。右側が仮面ライダーセイバーで左側が仮面ライダーカリバーです。セイバーとカリバーが割と共通したデザインに対して今回の最高がどれだけ異なるデザインなのかっていうのがよくわかりますよね。身長とかは素体が一緒なので同じぐらいかなって感じですけども、やっぱり胸とか肩周りのアーマーが厚めなのでガタイは一番よく見えますね。軽くポージングしてみたんですけども非常にかっこいいです。こんなカラフルなね見た目しといて佇まいとかはね侍っぽいなって思います。この武器は後で紹介するんですけども、非常にポージングが楽しみでございます。可動範囲見ていきましょう。まずは首の回転は1回転します。首の前後も広めです。水平方向の肩可動はねかなりきついですね。まあ予想通りです。で肩の回転は問題なし、肘関節も90度ぐらい、この辺いつも通りですね。腰の前後と腰の回転はかなり広めです。開脚もかなり広め、左右の開脚もある程度開きますね。まあ可動に関しては予想していた通りで、肩のね水平方向の可動はかなりきついですね。まあどうしてもアーマーがでかいのでそうなってしまうのは致し方なしかなって感じです。まあ少しでもちょっと上にやろうとすると簡単にね腕外れるんですよ。これおそらく破損防止のためですね。まあその辺見越しての構造だとは思います。ただまあある程度こんな感じで剣を構えてるようなポーズとか斬撃のようなポージングとかは意外と決めることができるのでそこまで不満は感じないです。
はい、次付属品見ていきましょう。こちらが最高シャドウの時に使うベルトパーツですね。こちら X ソードマンパワフルの時の肩パーツです。こちらが X ソードマンパワフルの時に使う左腕につけるアーマーですね。かなりでかいです。色とかもだいたい塗り分けされてんのかな、あんまりねちゃんと見てはないのでわかんないですけども、イメージとしてはそんなに変わらないかなって感じです。そしてこちらがワンダフルの時に足につけるアーマーですね。こっちも結構塗り分けされております。こちら X ソードマンワンダフルの時の右足パーツですね。こちらパワフルとワンダフルどちらにも使う X ソードマンのマスクパーツです。こちら最高シャドウのマスクパーツ、こちらはメイン武器である金剛家最高ですね。ワンダーライドブックが閉じている状態なので、おそらくこれが X ソードマン状態のものですよね。方針はゴールドに塗られておりますけども、その他はブラック、ただモールドとかは非常に細かいです。このように見てわかると思うんですけども、ワンダーライドブックのモールドとかは非常に細かく造形されてますね。 RKF ね、毎回ねこの辺はね優秀なので、色とかつけたらね全然見違えると思いますね。こちらが仮面ライダー最高本体って言っていいのかな、ある意味本体ですけども、最高シャドウの時に使う金剛剣最高ですね。ワンダーライドブックね開いた状態しっかりここまで塗り分けされてんのすごいなって思いますね。これはかなり気合入っております。いや見てくださいよ、なかなか細かくないっすか。まあちょっと違うタイプのゴールドとシルバーと、ちょっとグリーンがかったブルーとかもね塗られててね、非常に細かい塗り分けです。めちゃくちゃすごいな、ここすごい気合入ってる。でね、これ狙ってつけたのかどうかわかんないですけど、箱の台紙ですよね、これコミック風になっててすごく背景として使えそうな絵柄してますよね。もうどうぞ使ってくださいって言ってるようなもんじゃないですか。これは嬉しいかな。自立とかはねできないので、何か台座とかスタンドとか使った方がいいんですけども、こういうなんか粋な計らいみたいなのがすごく珍しいなと思います。それにしても仮面ライダー最高とか X ソードマンとか、このなんか正直すぎる名前がねとてもなんか好きなんですよね。最高ですからね。 X ソードマンってやばくないですか。おそらくアメコミのそのテイストみたいなのを表現してんのかなと思いますし、その X っていうのは、まあ、X メンかなを意識してそうですし、 X 面にもね侍キャラって出てくるんですよね、シルバー侍っていうやつ。まあ、全然最高はシルバーではないんですけども、アメコミ好きとしてもなんかそこに反応してしまったのが今回の仮面ライダー最高かなと思います。まずデザインが奇抜ですからね、鎧にコミックのこのイラストつけようって思いついたのがとんでもなくすげえなと思います。今までワンダーライドブックってコミックをモチーフにしたやつって出てこなかったので、まあ、ようやく登場したっていうのもあるし、あえてアメコミにしたのもなんかいいかなって思いますね。アメコミの方が結構エッジ効いててコントラスト強めな作風なので、コミックっていうことを表現しやすかったのかなとかは思っておりますけども、とてもかっこいいですよ。武将とコミックいいね。まあちょっと数年前には忍者とコミック合わせたやつもいましたけど、思いのほかマッチしてますね。絵柄と鎧の絵柄が全く一緒なので、漫画から飛び出した感じを再現できるようにしたのかなと思ってますけども、こういう飾り方も新鮮で楽しい。いや本当第4の壁越えてきましたね。アベンジャーズにも入れてあげたいですよ。そんじゃあ次はアーマーを全部外して仮面ライダー最高の最高シャドウにしていきましょう。そんなに難しいことはないと思います。まずは肩アーマー外します。腕のアーマーも外します。次に太もものパーツ外します。次はすねのアーマー外します。でベルト外します。でベルト外すとこの前掛けがねロックみたいな感じになってるので、これも外します。で胸のアーマーを外します。そしてマスクを外しますと、最後にシャドウのマスクをつけてバックルもつければ、はい、ということで素体くんじゃなくて仮面ライダー最高シャドウが出来上がりました。見事にベルトのこの帯以外真っ
黒、まさに影です。RKF って塗装を省略することによって、まあ値段を安くしてるんですけども、シャドウに関しても真っ黒一色でいいんですよ。なのでめちゃくちゃ再現しがいがあるんですよね。他のやつ見るとビルドとか仮面ライダージョーカーとかもあるんですけども、シャドウほど真っ黒なライダーってねなかなかいないんでね、再現度はめちゃくちゃ高いんですよ。当たり前ですけど、マスクの方はね、さっき付属品のところで見てきたものと一緒ですけども、本当に真っ黒ですね。この形は何の意味があるんだろうな。普通の最高とはちょっと角の形が違かったり数も違うんですよね。これは何か表してるのかな、ちょっと分かる人いたら教えてほしいですね。胸のアーマーとお腹周りはこんな感じとなっております。胸には何か蝶数貝みたいなデザインがあってちょっと気になってたんですけども、特に RKF では役割を果たしているわけではなかったですね。この辺も非常にシンプルです。ベルトはワンダーライドブックがないバックルとなっております。では X ソードマンと比べるとだいぶシンプルになりましたね。肩アーマーもかなりちっちゃくなっております。故に動きやすくはなっております。足もだいぶシンプルです。アーマーつける時のね、穴とかがどうしても目立ってしまうのは、まあ、全身言えることではありますけども、もともと真っ黒なので許容範囲かなとは思います。一応この状態でも可動範囲見ていきましょう。首の回転、首の前後は広め、肩の可動に関しては X ソードマンよりは上がるようになりました。肩回転とか肘はね一緒だと思います。で腰も基本は一緒ですね。足は太もものアーマーがなくなったので X ソードマンよりは少しばかり開くようになりました。左右に関しても開くようになってます。ということで最高シャドウのポージングなんですけども、真っ黒でかっこいいな。ちなみに最高シャドウを見ておりますけども、本体はこっちっていう、剣の方が本体っていうね、奇抜なことをやっておりますよね。まあ、セーバー自体ね、作品の出来に関しては正直どうなのっていう声はね多々聞かれるんですけども、意外と仮面ライダー最高が出てきてからは見応えが出てきたかなって感じがしましたね。やっぱね、特殊なキャラですからね、剣に変身するし、なんか1000年ぐらい生きてるっぽいし、今までの剣士たちとはまた違う立ち位置な感じのねライダーなので、ある程度刺激にはなってるのかなって感じはしました。普通にね見慣れてくるとかっこいいんですよね。 X ソードマンも含めて最高シャドウとかも普通にかっこいいので、割と今後の活躍は期待しております。そして劇中でも披露してたセイバーが最高を持って二刀流するようなポージングもやってみました。まあ、なんだろう、共闘みたいな感じになるのかな、特殊な共闘スタイルっていうことになりますよね。こういう遊びできるのやっぱり楽しいなって普通に思いますよ。本当はねドラゴニックナイトに持たせたかったんですけども、あっちで二刀流しようと思うと左腕ねブースターのグリップ握ってるので、あれはねもう取り外したりとかできないので二刀流はできませんでしたね。じゃあ次は最高エクソードマンワンダフルのフォームを再現してみましょう。まずは肩ま取り付けます。次にパワフルのアーマーを腕につけます。そして最高のマスクをここにつけると、はい、これで仮面ライダー最高 X ソードマンパワフルの完成です。左腕にアーマーが集中したような感じですよね。お気づきの方も多くいると思いますけども、完全に仮面ライダー電王のクライマックスフォームですよね。もう初見で分かりましたからね。これね結構ね大きいのでね、すごい派手でケレンミキってかっこいいですね。シャドウが真っ黒なのですごくやっぱり左腕がね映えるんで、見た目的にも強化されてる感じが出ていい感じです。この状態でも本体の石はやっぱりこっち側にあるっていうことでいいんですかね。っていうか今回の RKF めちゃくちゃ遊びがいあるな。プレイバリューはそれなりに高い気がします。そんじゃあ次は X ソードマンのワンダフル再現してみましょう。まずは太もものところにこの黄色いアーマーを取り付けます。すねにこのアーマーをつけますと、そしてこの足にこのカバーをつけると、最後に最高のマスクをすねのところにつけてあげれば完成です。これで仮面ライダー最高 X ソードマンワンダフルの完成です。
より一層電王のクライマックスホームですよね。足にマスクついちゃったらもうダメですよ、言い逃れできませんよ。完全に力が右足に集中してるっていう雰囲気が出てね、とても面白い形態だなと思いますし、乾燥遊びもとても簡単にできるのでバシバシ組み替えて遊べるかなっていう印象ですね。マジでトリッキーすぎるな、最高。ただこう斬撃ポーズとかこういうワンダフルとかパワフルがあることによって他のアクションポーズもねより一層楽しめるっていうのは今回のセット普通にすごいなって思いましたね。今までのセイバー系の RKF とはまた一味違った遊び方が楽しめるのが今回の最高です。ちなみにワンダフルとパワフル逆の足と腕につけたらどうなるのかなって思ってやってみた結論がまあ見ての通りなんですけども、できなくはないです。普通につきます。特にワンダフルに関しては全然問題なくね取り付けることができました。パワフルに関してはどうしてもね肩の色がね反対側だけ塗られていないっていう事情があるので右腕につけてしまうとここ真っ黒なんですよね。といっても最高シャドウを素体にしているので色合い的には全然なんか問題ないなって思っております。やろうと思えばこういうガンゴオリジナルのフォームとかも再現できちゃいますね。ワンダフルとパワフルを同時に装備している X ソードマンの最高っていう感じですね。マスクも2つつけてみましたけども派手派手ですね。でもめちゃくちゃかっこいいんですよね。よくここまでなんかうまいことデザインまとめたなって普通に感心しましたよ。はい、以上 RKF 仮面ライダー最高最高パーフェクトセットでした。いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと前に発売された仮面ライダーセイバーのクリムゾンドラゴンとかドラゴニックナイトに換装して変身できるような感じで今回の最高も遊べたかなって感じです。とてもねプレイバリュー高かったなっていう印象ですね。最高の最高な点はね、まずね斬撃と普通のアクションポーズとかを楽しめるようにいろんなパーツを換装して遊べるっていうのがとても楽しいなって思いますね。それだけでポージングの幅とか遊びのイマジネーションみたいなのも刺激されてとても楽しいアイテムだなって思いましたね。当たり前ではありますけどもセイバーのライダーたちって基本的に剣で戦うことが多かったので今回の X ソードマンでのパワフルとかワンダフルのような武装での遊び方っていうのはとても新鮮に感じましたね。それをちゃんと RKF でも再現できるようになってるのは面白いなって思います。おそらくもともとそれを見越しての仮面ライダー最高のこのホームチェンジとか登場だったとは思いますけども楽しめたから全然その辺は問題ないでしょう。難点といったら若干ねパーツの取り外しの渋みみたいなのが硬いかなっていう印象がありました。それはでも最初だけで2回目以降取ったりつけたりするときは特に問題なく着脱できたかなっていう印象です。ということでこの動画良かったと思ったらいいねとチャンネル登録をしてくれると今後の動画の励みになりますのでよろしくお願いいたします。以上ゆとぴでした。ありがとうございます。